酒好きは俺の一動画始めていきたいと思います。今回は、セブン&アイの、セブンイレブンの、限定販売の、アサヒのクリアクーラーです。レモン味。チューハイですね。氷点凍結仕込み、フルーツスピリッツ。果汁3%、アルコール度数6%。これはね、安いです。安いって言っても、まあ、コンビニの、チューハイ、コンビニの中では、ね。確か100円ちょっとぐらいじゃなかったかな。レモンの風味をより感じていただくため、氷点凍結仕込みの、フルーツスピリッツを加えていますと。まあ、いわゆる氷結みたいなもんですかね。ちょっとわかんないです。ね。いただきたいです。乾杯。まあ、普通じゃね？普通じゃね？普通のレモンのチューハイですね。まあ、特に変わったことはないです。 これですね、別に俺が買ったっていうか、まあ、買ったんですけど、なんで買ったかっていうと、別にわざわざ買う必要なかったんですけど、まあ、実はですね、最近、俺の会社の、まあ、人妻ですね、をですね、と、実はちょっと、ね、いろいろありまして、まあ、ホテルへ行ったんですけど、その時に、俺が、まあ、その際に、昼飯の、あれとして、買ったんですけど、その彼女が飲まなかったんで、酒はダメらしいですね。あんまり。真っ赤になってなんか、ね、やばいらしい。で、その人なんですけど、まあ、ツイッターにも投稿しといたんですが、ほぼ毎日会社のトイレでちょっとね、フェラが減ったクソなんで、フェラをさせてたわけですよ。でもね、もうね、最近ね、もうね、もうなんか、ブサイクすぎて、嫌になってきた。その人、43歳なんですけど、ちょっとね、43歳、48歳ぐらいに見える。ちょっと相当、シワがあるんで、ちょっと嫌になってきた。気持ち悪いんですね。なんで、ちょっと、最近もうやめようかなと。いう感じなんですけど、今はちょっとね、まあ、その人がかなりのね、ド M でですね、で、なんか、俺にだいぶね、なんか知らんけど、もう依存しまくってるみたいですね。ここまでのド M は見たことがない。
ただし、一つ問題としてというか、かなりの重要な問題としてですね、実はそのホテルへ行ったんですけど、いざ挿入の時にですね、挿入したらですね、やけにね、狭いんです、中が。で、その人、人妻なんですけど、子供いないんですよ。だからなのか、いや、それでもおかしいんですよね。今までやってきた女の中で一番狭いというか、もう狭いとかいうレベルじゃないんですよ。なんか処女膜なのじゃないかっていうぐらい狭いんですよね。で、実際指を中に入れてみたところ、明らかにね、入り口のあたりに、処女膜の残ってる部分、処女膜の残りみたいなのがあって、もうなんか、そこがやけに、その一部分がやけに狭いんですよ。それ以降、その以上、指を入れると、あ、それ以上は、それよか奥はちゃんと広いんですよ。だから、これ、何なんだろうと。多分これググったら出るんじゃないかと。セックスで痛いってググると、多分ね、だからその人は、それが原因でなんか、あれらしいです。赤ちゃんいらないっていう。だからその旦那とね、なんか何回かやってるらしいんだけど、やっぱその時も痛い痛いって言うんですよね。ああ、これ多分、あれかな。医者行って直した方がいいかもしれないね、これね。性交痛。生まれつき膣が狭い。可能性がありますね。産婦人科で見てもらう。ああ。これ産婦人科で見てもらった方がいいかもしれない。結局やっぱり痛いって。だいたい普通の人って、処女の、一回目は痛いけど、ね。もうそれ以降は全く痛くないっていう。パターンだと思う。半分ぐらいしか入らなかったんですよね。だからさっきメール送ったんですけど、ちょっと自分でちょっと拡張しろと言っといたんですけど。もうだって、ね。いくらド M でもちょっと制度例として使えないですからね。全く。
でも肌は非常に綺麗でしたね。43歳にして30歳ぐらいの肌でしたね。すごい綺麗だった。乳首もやけにでかかった。乳首がでかかった。乳首っていうか、乳首のその丸い部分がね、丸い部分じゃあ、なんていうの、まあ、結局乳首です。乳輪がでかいんじゃなくて、乳首がでかい。ね。かなりでかかったです。でも胸はちっちゃいですね。B カップ。B カップらしいですけど。普通に濡れはするんですけどね。濡れるんですけど、かなりのド M なんで、まあ、早い話が、美人だったらすごいいいんですよ。ド M でもなんか俺のことをめっちゃなんか、嫌われたら人生終わりだみたいなこと言っとるんで、なんか、すっごい謝ってくるし、今日なんて、てか毎日なんですけど、なんか最近、もう何回も電話来るんですよ。うざいから、出てないんですけど。で、何個もメール来るしね、ごめんなさいとか、嫌わないでとか、めっちゃね、なんか俺にようわからんけど、依存してるっぽいね。かなりド M の才能はありそうですけどね。ああ、やっぱり医者に診てもらった方がいいらしいね。下手すると。
やはり産婦人科だな。無理やりなんか、無理やりやると、引き裂くと、大量出血をして悲惨な結果になる場合があります。ああ、その可能性もあるね。処女膜が、時にとても厚くて頑丈な人がいると。なるほどね。確かにやけに強靭だった。いわゆる男の、ほら、童貞戦みたいなのあるでしょ。あれだったね。まさに。まさにあれだった。あの硬さというか、あの線みたいな、その筋というか、あれみたいな、ピキーっていう、なんかその、そういうのがあったね。うまい。これ三つ星。まあ、画像についてはちょっと、ね、見たい人はツイッターで見てください。俺がトイレで、今日なんですけど、今日の仕事の帰りに、トイレに連れ込んで、無理やり撮ったんです。それではお疲れ様でした。